フィニッシュの文化史の中の、その星座にまつわる歴史の章の、フィニッシュの生物学的進化を読んでいきます。体格と比較したペニスの睾丸の大き、ペニスと睾丸の大きさは、霊長類の中で人間が最も発達している。人間結構長いらしいですよね、霊長類の中で。うん、知らなかった。進化とともにペニスは大きくなり、陰茎骨が姿を消した。哺乳類の中にはね、尿道海綿体の中に骨があるものもあるそうですね。よかった。ゴツゴツしたものがあったら大変そう。人間は他の霊長類と比べて太くて長いペニスを持っている。それは性の快楽と関係があるのだろうか。ペニスが大きいと性交時の、前後運動がより大きくなり、その動きに伴ってワギナが、上下により大きく動かせ、クリトリスへの刺激が増す。また、ホモセクシャルの男性の間ではペニスの大きさが非常に重要視されることは、注目に値する。知らなかった。ペニスの大きさってホモセクシャルの人重要なの？異性愛の男性よりもペニスの価値が、重く見られているそうだ。ペニスに対する価値観ですね。ペニスの価値ありますか？ペニスに対する価値観。こんなペニスが好きとか言うのはなかったですね。付き合った人のペニスが全てぐらいの感じですよね。普通、比較的、ね。まあ、数少ない恋愛をしてきた程度の女性だったら、付き合った男性のペニスが自分の価値観になってしまいますよね。うん、はい。勃起時のペニスの大きさ、ゴジラは3センチしかないそうです。人がまず15センチの覚えておきます。人15センチです。それと比べてどうでしょうか。ゴリラはたったの3センチ。5分の1。オランウータンは4センチ。チンパンジーは8センチということで、人よりね、随分とね、短いペニスを持ってます。おちんちんを持ってます。人類は二足歩行とになり、四足歩行時の体毛と陰茎骨を失った。女性は乳房を発達させた。他の霊長類は小さな乳房のままで授乳している。まあそうですね。チンパンジーとか、おっぱいが大きくなったとこ見たことないですよね。直立するようになってペニスは重要な視覚的な社員になった。男女間だけでなく男性間でも。四足歩行の動物ではペニスはそれほど目につかない。まあそうですね。プラプラ下げながら、歩いてる犬とか猫とか見たことないですよね。ここで、注目したのは人間の体の前面にある部位が性感体になり性の視覚的なサインになったことである。唇、ひげ、乳房、血毛、性器、赤くなる部位、顔とか胸、男が体で、裸で立てばペニスは目立つ位置にある。血毛が性感体を強調する。ホモサピエンスのペニスは、主観状態ではもう目立つが、ゴリラ、オラウンタ、オマキザル、ボノボ。のペニスは、歯間状態ではほとんど見えないほど小さい。人類の大きなペニスには視覚的効果があるのである。鹿は優越した、オスが大きな、角を持っている。角の成長はペニスの成長と直接的な関係がある。そうなの知らなかった。ね、鹿の角ですよ、角。あれ、ペニスの成長と直接関係があるんだって。男性ホルモンの分泌による。男性ホルモンの分泌の量に比例するとかそんな感じですかね。私たち人類はこうした視覚的な男性性の誇示をペニスにも当てはめているのではないだろうか。人間の大きなペニスは、鹿の大きく枝を張ったような角と同じように、肉体的な強さ、あるいは性的能力の高さ、男らしさの象徴となってしまっているのである。性器を誇示することで男は権力への意思を見せつけているのだ。どうかな。ちんちん、おちんちんが大きい男の人は、この人、性的に強そうと思いますかね。どうだろう。今時はないかもしれないけど、もうちょっと原始的な世界ではそういうのもありかも。うん、それと違って、女性の性器は外には見えにくい。性別を明らかにするものとしてのペニスの重要性は大きい。しかし、男であることを見せつけるためだけなら、
小さなペニスでも十分なはずだ。一般通年では女性は同じような肉体や性格の男ならペニスの大きい方の男を好むと言われる。まるでペニスの大きさに、魔法の力が存在するかのようだ。これから先の章を見れば読めば分かるように、生殖力の象徴としてのフォルスとペニスを混同するためかもしれない。どういうところまでにしておきますか。そうですね。一般通年では同じ体、あの見かけで、いや性格ならチンチン大きい方がいいですかね。ね、チンチンだけで比べれば、いやー何とも言えないですね。ちょうどいい、適正な大きさがいいですね。大きければ大きいほどいいとは、私は思います。まあ、この辺は好みの問題ということにしておきましょうか。はい。ですね。あとね、大きさはね、強さや性的能力の高さの象徴と、女性の方は多分思ってないんじゃないかな。うん。なんかね、男の人が俺大きいんだよとかたまに威張ってくる人いるんで、多分誇りに、自分の誇りにしてしまうところがあるのかもしれないですね。まあ、自分が男の心が自分の中にあるわけじゃないからわからないけど、おそらく大きい方がなんか誇りに思ってそう。小さい人もちょっと話したことあるけど、なんか、すごいちっちゃいんだっていう感じで、ちょっと、あまり堂々とした感じでは、小さいっていうことを伝えてくれなかったので、多分、小さいのは、勝手にコンプレックスにしてしまってるのかもしれないですよね。はい、そんな感じです。ペースの文化史読んでいきます。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。